はい、こんにちは。大道さんの復刻堂シリーズなんですけれども、ウルトラウォーター、ブドウの天然水という缶ジュースの動画レポートになります。自販機の陳列の方にはウルトラマンみたいな顔が書いてあったんですけれども、実際に出てきたジュースの方にはウルトラマンの顔はなくて、別のジュースが出てきたのかなとちょっとびっくりしたんですけれども、デザインがちょっと缶によって違うんでしょうか。その製造ですよね。ウルトラマンの顔はなくて結構ベコベコにへこんでる状況です。ここもへこみがあって、ここにもへこみがあってという形で、古いんですかね、ちょっとわからないんですけれども、果汁の方は 10% 未満ということで、あとはいつもの通りですね。ここウルトラマンの紹介ですよね、ジュースの紹介などがありまして、それからこちらの方は原材料名の方になります。ブドウ果汁が 10% ということで、あとはビタミン C とかその他もろもろですよね。カロリーの方は 100g あたり26キロカロリーということになります。天然水ということなんで炭酸系ではないですよね。それではいただいてみたいと思います。あ、ぶどうやのに全くクリアな色合いです。水みたいですね。これでぶどうの香りしてきますわ。すごい。それではちょっとどんな味がするのかいただいてみたいと思います。ああ、なるほど。スーパーで売ってるあの小さなブドウあるじゃないですか。あれの味によく似てるんですけれども、やや水っぽいという感じ。まあ一応天然水ということなので、そのブドウが強く出すぎてなくて、本当にブドウ水ですよね。ブドウジュースではなくてブドウ水というイメージです。とても美味しいですね。ちょっともう一回いただいてみたいと思います。はい、そうですね、程よい酸っぱさで、ブドウの香りをすごく楽しめて、爽やか、喉越しがすごく爽やかですね。結構いいんじゃないでしょうか。ただやっぱり、そうですね、復刻堂さんのウルトラ何でしたっけ、前教えてもらったんですけれども、レモンスカッシュでしたっけ。そっちの方が美味しいような気もしますね。ブドウ好きな方にはおすすめかもしれませんけれども、ややちょっと水っぽいというところだと思います。まずくはないですね、決して。ただやっぱりそのレモンスカッシュ系の味の方が美味しいんではないでしょうか。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。